ヒーロー X、 ここに剣山。行け流星陣、町の平和を取り戻すんじゃ。悪な魔獣バルドメ、俺と混合ヒーロー X がいる限りお前の好きにはさせん。ダイヤコンボアタック、避けてみせる。魔獣バルゾーを打ち倒した。正義のヒーローによって町に住む人々の平和は再び守られたのだ。タレサ、エドが揃いました。なになに、久々の依頼だって？そうよ、坊やたち。しかもやたら気前のいいお客さんの。ああ、本家はネオ国際連合武装軍、通称 UN。 彼女が今回の捜索対象、アイラタニア・キル。おお、兵が UNF と最後に連絡を取ったのは火星植民地オルクス110。現時点の情報から、この112番コード、もし今回は A の捜索と確保、そして中継ステ。俺たちのような民間軍事会社に依頼するってことは、ただの人探しじゃないってことだろうな。ああ、 UNF からの報告によると、行動内で散発的に。ただの治安騒乱じゃない？火星植民地はネオ国連。任務に影響がなければいいんだが。民間人を巻き込む羽目になるのは。現地民の避難情報はまだ入ってきていないな。了解。ま、この程度なら楽勝っしょ。
依頼内容に比べて報酬が妙に高いな。何か輸送機の準備はもうできてる。すぐ出発する。気をつけていってらっしゃい。母艦で待って。はいはい。ま、本機は間もなく112番坑道の上空に到着します。砂嵐が接近中だが計画変更なしだ。作戦通り進めるぞ。ブリッジからタレサーへ 02T は降下シークエンスに移行します。目標地点に到着。ハッチオープン。 MFX02T サンダーボルト発進どうぞ。タレサーサンダーボルト出る。同機は砂嵐の影響しない範囲まで退避します。報告にあったように小規模な銃撃戦が確認されている。エドガー、二手に分かれよう。了解。このクズの工具ども無駄に抵抗しやがって。全員始末しちまいな。やめろ。こいつどこのメカだ。クソ、友軍じゃない。撃て撃て。テロリストか。重武装してるとなると厄介だな。こっちは行き止まりだぜ。じゃねえか。お前らかかれ。そこのあんた、俺の後ろに隠れろ。アンテナのあんちゃん、今だ。
んたが誰だかは知らんが、仲間の仇を討ってくれ。おい、何のためにおめえら傭兵を雇ってると思ってやがる。さっさとあいつをやっちまえ。うるせえ、てめえに指図される覚えはねえ。へい、貴様の相手はこの俺だ。敵の二脚機と遭遇した。エドガー、こいつらただのテロリストじゃないぞ。こっちもだ、気をつけろ。こいつは。エドが居住区域に到着した。周囲は瓦礫の山、しかもそこら中血痕だらけだ。それもテロリストの仕業。 A の安否が心配だ。早く探し出すぞ。分かった、急ごうぜ。
ハッチが開いている？奇襲か？何？光学センサーが再起動を。させるか？こいつ、今までの連中とは違う。つまんねえ仕事だと思ってたら面白そうな奴がいるじゃねえか。だが、お前にとっちゃ悪夢かもな。死ぬ準備できてっか？援護防御間に合ったな。エドガー、無駄だ。うわっ、覚悟はできてっか。ボルヘス、何を遊んでいる。とっとと捕虜を連行しろ。ち、わかったよ。お前いい腕してんな。だがお前らはここから出られねえ。じゃあ俺は仕事があるんで、せいぜい野犬の餌にでもなるな。